フレゼリク2世。フレゼリク2世は、デンマーク・ノルウェーの国王。クリスチャン3世と、王妃、ドロテアの息子。フレゼリク2世は何よりもまず、デンマークのルネサンスを代表する支配者である。不王と異なって強く軍事に魅了され、すでに若い頃に、ドイツの好戦的な両方君主たちと遊戯を交わしていた。王位継承後ほどない1559年の夏。 リトマルシェン征服により、初めての勝利を得た。フレゼリク二世の知性における最大の対外的衝突は、1563年から1570年まで続いた北方七年戦争であった。この戦争で、フレゼリクは、精神以上をきたしていた重慶エリク十四世、治めるスウェーデンの征服を試みたが、失敗に終わった。戦線は拡大し、スウェーデンによって、 スコーネ地方を蹂躙され、危うくノルウェーを失うところまで追い込まれるという、極めて代償の大きい消耗戦に突入する。この戦争の間、王は自ら軍を率いて戦場に赴いたが、大した成果も上げられず、側近の貴族たちとの関係まで悪化する、ありさまであった。しかし、スウェーデン国内の情勢不安がありし、王国執事官を務める有能なペダーをくすの、 デンマーク支配権の掌握によってようやく状況は安定する。戦争は戦前の領地関係を維持するという和平締結により集結し、デンマークの面目は一応保たれたが、同時にその軍事的限界も明らかになった。北方7年戦争の後のフレゼリクは実戦を行わずに、なんとか海軍統治者としての名声を得ようと試み続けた。 外交戦略としては、積極的に、プロテスタント勢力の精神的支援を得ようとしつつ、同時に絶対中立を維持した。内政に関しては、フェダー・オックスや、ニル・スカース、アリルド・ヒュイト・フェルト、クリストファ・ファルケンドルフなど、経験豊かな側近が差配した。フレゼリク2世はその規制中、カルマル同盟によって領有していたグリーンランドへ、遠征したが、 デンマーク領と宣言しただけで、何ら統治を行うことなく撤退している。この時代、デンマーク人がグリーンランドへ行き職民した、という史実はない。本格的に、デンマークの支配が及ぶのは、18世紀以降を待たなければならなかった。人としてのフレゼリクは、向こう水でうぬぼれ深く、勇敢で、野心的と言われる。狩猟や酒、宴会を好み。 亡くなった時には酒が原因との意見が大勢を占めた。1574年から1585年にヘルシンゲルのクロンボー城を再建した。また1567年にノルウェーにフレドリクスタを建設するなどデンマークにとっては成長の時代であった。フレデリックはまた有名な天文学者ティコブラーへの主要な講演者でもあった。 1588年4月4日に成去、亡骸は、ロスキレ大聖堂に葬られた。王位は、長男のクリスチャン4世が継いだ。フレゼリク2世は、1572年に、ゾフィー・ホン・メクレンブルクと結婚し、7人の子供を、儲けた。エリサベト1590年、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・ハインリヒ・ユリウスと、結婚。 アンナ1589年11月23日、スコットランド王ジェームス6世と結婚クリスチャン4世、デンマークとノルウェイの王ウルリク・アウグスタ1596年8月30日、ホルシュタイン・ゴットルプ公王ヨハン・アドルフと結婚ヘゼビ1602年9月12日、ザクセン先帝公クリスティアン2世と結婚、ハンス。ありがとうございます。